はい、皆さんこんにちは。石磨き YouTuber 石川です。本日はですね、石を作りたい、こちらのシリーズ進めていきたいと思います。まあいろいろですね、調べてみておりまして、まあみんなが知っているような石、僕のチャンネルの中でも紹介しているような石をね、作れないかなと思って見てるんですけど、まあ具体的に言えばオパール、これをね作ってみたいと思っているんですけど、まあ簡単じゃないですね。でまあね、ちょっと石ではないんですけど面白そうなものを見つけましたんで、これをですね購入してみました。こちらになります。これはですね、白魔道さんっていうところが販売している液晶オパールの元になります。オパールが作れるんでしょうか。結論から言っちゃいますと、これはですねオパールではありません。その正体が何かと言いますと、コレステリック液晶というものらしいです。液晶画面の材料に、ね、なるようですね。オパールのような色に見えるということで、この販売者さんが液晶オパールと名付けている商品になります。でその原料が何かと言いますと、ここにもね書いてあるんですが、ヒドロキシプロピルセルロースというものらしいです。これはですね、健康食品の錠剤の結合剤やドライアイなどの治療に用いられる目薬の原料ということでね、石とは違うわけなんですけど、まあ色が似てるってことは何かしら勉強になるんじゃないかなと思いまして、まあこの液晶オパールちょっと作ってみたいと思います。はい、それでは本日もよろしくお願いします。商品内容としてはですね、こう粉末のもの、これがおそらくヒドロキシプロピルセルロースだと思われます。そしてこちらね、精製水ということですね。でこの容量が 9g 入ってまして、お水は 2g が3つで、だいたい元が 3g に対して精製水が 2g っていうことなので、まあ3つ分がまとまって入っているような状態なんだと思います。まあ、作り方はね、この精製水とこちらの粉を混ぜ合わせるだけなようなんですが、まあ、ちょっと大きめな袋に変えます。いきなり硬いケースなんかに入れてもいいのかもしれないんですけど、こう水を入れて混ぜ合わせるっていう作業がね結構たくさんするようなんで、柔らかいね袋にしました。でこちらを、全部ね入れちゃいますね。はい、入りましたんで、これを混ぜ合わせていきます。この中のね空気を抜くっていうことが大事らしいです。結構お餅みたいに弾力がありますね。まあ接着剤代わりみたいな、素材らしいんで、多分素手で触ってみてもネバネバするんだと思います。あら、これ水入れる前にちょっとね最初から崩しておけばよかったですね。本物のオパールっていうのは小さい結晶がたくさんあって、それがね綺麗に並んでるらしいんですね。でそのオパールの結晶、粒がね揃っていないと色がしっかり見えないらしいです。そしてその粒の大きさが大きければ大きいほど赤に近く見えるっていうことですね。そんなことはね調べてみたんですが、まあそれを作る方法っていうのはね、なかなか、結構やっぱねダマがね残っちゃいましたね。これちょっと失敗したな。最初からもうふるいにかけるぐらい綺麗にしとけばよかったです。ダマをねグニグニ潰してますが、ほら皆さん見てください、うっすら虹色がね見えてきました。うっすら見えますね。いや、なんでですかね、すごくないですか、不思議ですよね。こういう虹色がね出るんだったら水入れた瞬間に出てもねおかしくないんですけどね、こう時間が経ってから出てくるっていうのはね、全く意味が分かりません。まあもともと何かこうキラキラなものがあって、それが水の中に散らばったっていうわけではないですからね、何かしらの変化が起こってるんだと思うんですけど、ちょっとねそこら辺は僕には理解できませんでした。はい、では10
分ぐらい練りましたね。はい、では10分ほど練ってみました。あのダマもね、ちょっと時間が経つと柔らかくなって全てなくなりました。まあベースがね白いんで、まあホワイトパールみたいな見え方にね似てますね。でこれまだ完成ではなくて、日にちを置くとさらに色がね変わってくるってことですね。具体的にはね、気泡を抜いていくようです。内部の気泡がなくなっていくとさらに色がね、綺麗になってくるっていうことなので、まあ、毎日こうグニグニしながら気泡を抜いていく作業っていうのをやっていくようです。で残念ながらね、こちらは乾燥してしまうとこの虹色っていうのがね見えなくなってしまうっていうことなので、これを固めてどうこうっていうことはねちょっと難しそうですね。はい、ということでね、ちょっと時間を置いてみたいと思います。はい、それではこれが1日経った様子です。色が強く出てきましたね。まあ、説明書によりますと、こう空気を抜くことが大事だということで、まあ、それによってね、どんどん色がね、変化してくるようです。ちょっとね、こう見ていただいてお分かりのように、かなり粘度が強いんで、空気がね、なかなか抜けていかないですね。なので、これが時間がね、結構かかるようです。1週間ぐらい、まあ、時間かけてもいいようです。はい、じゃあこちら引き続き、もうちょっとね熟成させたいと思います。はい、こちらね2日間置いた状態です。日に日に赤が強くなってきてるようなイメージがありますね。すごく綺麗ですね。ほら、おー、なかなか気泡が抜けないですね。じゃあもう少し様子見てみたいと思います。はい、それではこちらが5日間ぐらいね経ちましたかね。だいぶ気泡もなくなりましたね。オパールのような、輝きがね出ております。でこの液晶オパール、まあ、何にしようかと考えたんですけど、まあ、他の方はですね、瓶の中に入れたりしてキーホルダーにしたりとか、あとはボールペンの中に入れたりして、かなりね個性的なボールペン制作されてる方もねいらっしゃいましたね。僕はちょっと考えまして、こちら、これはですね水晶のくり抜きリングに使った水晶になります。これを使ってですね変わったルース作りをね作ってみたいと思います。普通にカボションに研磨します。はい、できました。いやー、やっぱね水晶がすごいいい水晶なんで綺麗ですね。透明度がすごいですね。僕はですねこれをさらに加工して売っていないものを作ろうと思います。まあちょっともったいない気はしますけど、こういう水晶が欲しいっていう方はね、レムリアンシードカボションで検索してみてください。たくさん出てくると思います。じゃあ次はですね、今のカボションを逆さにつけました。はい、じゃあこういう感じに磨きました。そしたらですね、まあ、これも同じ水晶です。これを削ります。じゃあこういう感じ、ちょっと厚いかもしれないんですけど、まあいいでしょう。で次はですね、こうですね、これを
ドップアックスで固定しちゃおうかな。はい、じゃあつきました。じゃあこの余分な部分を削ります。はい、じゃあ磨けました。はい、それではドップワックスを取りました。こういう感じですね。まあ、ちょっと中はまだね濁ってますけど、これはね問題ないです。なんかね可愛いケースになりましたね。まあ入れるものがねちょっと思い当たらないですけど、リップクリームとか、こうじゃあこれを、どうするのか、まあもうお分かりかと思いますが、じゃあ次へ行きたいと思います。じゃあこちらを水晶のケースへ閉じ込めてみようと思います。まずね、固定する接着剤を準備します。はい、そして液晶パールはね絞り出そうと思いますね。あ、外に出してもねいいですね。この形がやっぱまたね光の見え方が結構変わります。いや、このままね固まらないのが、ね、残念ですね。縁にね接着剤を塗って、これをねかぶせちゃいます。ちょっとね周りがねベタベタなんですけど、まあこれは乾いてから、きれいにしようと思います。はい、それではきれいにしてみました。ちょっとね気泡が入っちゃいましたけど、まあなんとも言えない雰囲気、まあオパールっぽいルースですよね。この液晶パールね、やっぱ色はねすごい綺麗ですね。ボトルに入ってるのはこっちでありますんで、もうこれもね、いろいろな色が混ざり合っているようで、すごく綺麗な素材になってますね。はい、ということで今回は白魔導さんから発売されてる液晶オパール、こちら使ってね、ちょっと個性的なルース、作ってみました。ということでご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。じゃあ残りの部分はね、こちら容器にね、しっかり密閉できる容器に移しました。本物のね、オパールに近い感じに見えますね。で、これ水分量でまたね、色が違うらしいんですよね。はい、そして残りがね、ちょっとあります。で、これ説明書きで読んだんですけど、乾くとこの色がねなくなっちゃうらしいんです。ただね、どんな感じになるのかちょっと見てみたいんで、ちょっとね残りちょっとありますんで、この袋残ってるやつ、まあ、これをね意図的にちょっと乾かしてみて映像にね残しておきたいと思いますね。はい、こういう感じで、まあ、わざとね塊ちょっとねルースっぽく残してみました。
はい、じゃあこれが乾燥したらどうなるのか見てみたいと思います。固まったものがこちらですね。ちょっとね、厚みは残ってるんですけど、もう色は一切なくなってますね。中はね、まだ柔らかい、固まってないんだと思うんですけど、それでもね、もう色は一切ないですね。はい、そしてもう一つね、ちょっとやりたいことがあるんですけど、これ同じもの 10g あります。で、これでね、再度作ってみます。このね、ふるいにかけて作ります。はい、じゃあ 10g ですんで、水を 6cc くらいですか、 7cc とかで混ぜます。かき混ぜてますけど、まあうっすらね、この端っこの方、薄いところがね、若干色が変わってきたかなぐらいで、まあ、こっちはね、まだまだですね。で、ちょっとこの気泡の抜き方なんですけど、それちょっとね、試してみたいことがありまして、スライムってね、僕作ったことあるんですけど、あれもね、気泡が結構入っちゃって、で、そのね、抜くのに電子レンジにかけるんですよね。で、電子レンジにかけて冷蔵庫で一晩置くと綺麗なスライムがね、出来上がるんで、その方法ね、ちょっといけるんじゃないかなと思うんで、やってみたいと思います。まあ量も少ないんで20秒ぐらい、なんかこんなになっちゃいましたね。膜みたいに何か膜が張った感じになってますね。じゃあね、膜も一緒にかき混ぜちゃいましたんで、これをね、冷蔵庫へ一晩置いておきたいと思います。はい、それでは一晩置いてみたものがこちらです。まあ色は全体的に出てないですね。端っこだけ、このたくさんある部分は出てません。表面に、ね、膜ができちゃってるんで、気泡がね、逃げれない状態になってますね。ああ、これ色はね、出てましたね。まあ、一番上が乾燥してるからか、色がなかったようですね。なので、気泡はね、減ってないような感じですね。まあ、スライムのような、ああいう気泡のなくし方っていうのは使えませんでした。